どうも、タビアンです。ファミコンクソゲー100選ウルトラマンクラブ3プレイしたいと思います。いや、このゲームはね、思い出がありまして、無言動画の時にね、本格的にプレイしておりました。1991年、ゆたかさんのファミコン RPG なんですが、なぜクソゲー100選にねチョイスしたかというと、なんかね、コンティニューしながらお話ししましょうか。太郎と母全部同じだね。確かに私のゲームデータだと思います。あのね、確かこれもうどうしようもなく詰まってしまったと思うんだよね。ここだったかな。あ、ここだ。なんかね、このダンジョンをクリアしないといけないんですけど、回復アイテムとかが全然なくて、戦闘システムね。あ、これ手前からやっつけないといけないんだな。大丈夫か。どうしてもなんかやられちゃうんだよね。で、なんかすっごく何回もプレイしたんだけど、結局突破できずに挫折するというね。ひどいことになってしまって、それがクソゲーノミネートっていうか、クソゲーチョイスしたね、理由ですね。408ポイントダメージやめろ。これ何だったかな、もう忘れたけど、これアイテムがこれかな。これね、アイテムを手に入れればいいんだけど、別になんか売ってるわけでもなく、街にね、たまに敵がなんかドロップするとか、そんなんだったかな。回復手段がない、限られてるんですよね。この音楽も何度となく聞いた気がするな。これ必殺技だったかな、覚えてない。これ×。と母どちらかがやる、なんかボスかなんかがね、奥にねいた気がするんですよね。あとね、エンカウント、1回の戦闘も長いけど、エンカウント率が異常に高かった気がする。3500ってすげえヒットポイントありそうな気がするけど、全然足りないんですよね。一回で何百ポイントってダメージ受けるから。あと逃げるのも、なんか逃げる確率が低かったような気がしたな。結構ダメージ受けます。なんか逃げるリスクも高かった。戦った方がマシだったのかな。こんな感じ。もう1回の戦闘で3分ぐらいかかるでしょ。これね、アイテム何もないんだよね。あれ、あるのか。ステータス、カプセル、あとこれカプセルを持ってたら、このなんかね、ポケモンのように、あの怪獣を使って戦ったりできるんだよね。それはシステムは好きだったんだけど、でもね、なんか最初の方の街かなかで、なんかで手に入れないと手に入らないっていうね。アイテム、カプセル、セーブでしょ。ここは一本道でしょ。
これ逃げる方法なかったかな。あ、これか。上下で。これ防御だよね。これが必殺かな。逃げてみようか。いや、まあ敵少ないから戦った方がいいのかな。2つ目のやつは命中率が低いのかな。当たればダメージ大きい。で、結構回避率も高いからお互いね。命中率低い方の攻撃でいくか。当たったぜ。当たらない確率、打率が低いんだよね。お、まあ野球で言うと大振りするみたいな感じじゃなかったかな、確か。フルスイングでね。そのかわり空振りも多い、大きいっていう。よし、当たったぞ。まさかのね、クリアなるかっていう。まあ、これ最後の面じゃないと思うんだけど。あー、これ道覚えてない。道を、あー、間違った。お、敵一匹だ。敵一匹なら大丈夫でしょう。5匹6匹出てきたらもうやる気なくなるんだよね。あー、ダメージ受けた。母が2000、太郎が2000。手段がないのはね、きついよね。いくぞ。うー、出たー。この大量に出るのが嫌だ。逃げる、これだよね多分。逃げる、やってみよう。ひえー、300ポイント。母は怖くなった。太郎は怖くなった。あれ？逃げれない？やばい、全部、あ、逃げ出した、よし。太郎は足がすくんで、やめろ、太郎！あー！逃げろー！太郎！カラータイマーが赤くなっている、やめろー！太郎、逃げ切れー！うわー、やられたー！ダメだ、母のみだ。階段発見。うん、逃げろ。やっぱ逃げるのは無理か。逃げろ。よし、よし、階段発見。でもね、まだまだここは来たことあるんだよね。うわー、大量に出てきた。逃げろ。こんなことばっかりやってたな、無言動画の時。太郎生き返らせたい。ウルトラマンのあの実写のやつで、テレビでね、テレビシリーズで生き返らせるとかなかったよね、確かね。もう死ん、ウルトラマンが死んだとこ見たことないんだけどな。あー、逃げろ。母は強し。逃げろ。単発実況で奇跡を起こしたい。え、こんなんだったかな。もう覚えてないわ。わあ、なんか青いやつ初めて出てきた。ムルチ。キムチが食べたくなるような名前だな。ムルチ。ムルチ来た。逃げろ。かわした。母は強し。これ2回逃げるコマンドしないといけないってどうなんだろう。おーし。母逃げ足早し。
ここまでは合ってるはずだよね。こっからだ。どっち行けばいいんだこれ。エンカウント率高し。逃げろ。回避率高い母。いいね。よし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 。ノーダメージですよ。ヒットポイント残り1805。よしよしよし。どっちだこれ。1,2,3,4 選択肢5個ですよ。ここ行こうか。もう分かんない。勘ですよ。よし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 。母無敵なんじゃないこれ。すげえすげえ回避率だ。いいよ、いける。機動戦士ガンダムでいうとニュータイプなんじゃないか。あ、どうだ、当たりか外れかわからない。でも一番右とルート同じだったね。いやー食らった。400ポイント、残りヒットポイント1300。あと3発ぐらいでやられそう。あは、回避率高いけど守備力低いな。これ以上は暗いね。ああ行き止まりだ。最悪だ。あ、一匹ムルチ倒そうか。これダメ、アイテムない。これでいこう。うわー食らった。あ、36ポイント、大丈夫大丈夫、いける。ムルチめ、ここは逃げずに戦う。よっしゃー。敵が2人以下の時は倒した方がいいかも。うわー、これはもう逃げないとな。逃げろ。パス実況このまま終われない。よくでもセーブデータ残ってたよね。1年以上前だと思うんだけどな。よし、左バッテリーバックアップですからね、このゲームパスワードじゃなくて。こいつら嫌いになりそうだ、ガボラ。うわー食らったー。これ900ポイント。ウルトラマンクラブの回復アイテムって何だったろうな。うわー食らった。残り588。やめてくれ。まだオチが見つかってない。カラータイマーが赤くなってしまった。どうしよう。一番左行こうか。違うか、真ん中かな。これ選択肢間違ったかもな。あ、マミー光線できる。マミー赤くなったからか。マミー光線痛い。あ、27ポイント大丈夫。赤くなってからがマミー光線。9999ポイント。でもかわされた。マミー光線、ウルトラマンの真骨頂か。これがかわされた。マザー破壊光線、よっしゃー。9999ポイント。こっからだ。カラータイマーが赤くなってからが勝負だ。必殺技使えるんだ。行き止まり、ああ思わず声が出てしまった。こっから粘りますよ。銀河光線、全員攻撃じゃないのか。一匹だけ銀河光線。
構命中率高いんじゃない？あ、でも倒しきれないの？何よ。よし。はは、強い。でも戻るしかない。また選択肢を間違ったというね。真ん中か。マミー光線。あ、かわされるんだな。あ、やばい。よし。マミー光線よりまだ3つ目までしか覚えてないんだよね。銀河光線。よし。レベル上がったらヒットポイント回復とかなかったかな。覚えてないな。ムルチ。くらえ、銀河光線。あ、先に先制攻撃する。あ、60ポイントなら大丈夫。かわされるのかい。じゃあマミー光線だ。よし。太郎も死ぬ間際必殺技すればよかったんだよな。うわ、いっぱい出てきたな。ここもマミー光線だ。うわ、先に攻撃するんじゃない。危ない。マミー光線。1、またかわされた。なに、命中率が低い。あー、ダメージ受けた。追い詰められた。マザー破壊光線。やっぱマミー光線の方が良かったか。やばい、次食らったら死ぬ。うわー、この緊張感。マミー光線。あ、ガボラには効かないのか。どうしようか。マミー光線。一匹ずつかよ。爽快感がない。危ない。単体の時はやっぱ銀河光線の方が命中率高いんじゃないか。よし。母頑張ってるね。ここだ。どっちだ。また選択肢真ん中行くか。いや、これ下行こうか。分からんけど、もう間違い許されないぞ。もう間違いは許されない。ワンチャンスだ。下だ、下。一番端っこだ。うわ、もうエンカウント率高いのやめてくれ。これでももう一回でも逃げたらもう負けるもんね。マミー光線だね、ここは。避けろ。よし。怖いな。よーし。もう一個階段見たいな。階段見たい。ボスが見たい。行き止まりじゃないだろうな。おー、危ない。56、まだ生きております。よし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 。やっぱ逃げるときにダメージ、逃げようとすると大ダメージ受けるんだよ。あ、全員かわされた。嘘でしょ、マミー光線。
かわされる。でも2体以上いるときはマミー光線だよね、やっぱ。A ボタン連打したら当たらないかな。命中率上がらないかな。で、1体になったら、銀河光線。倒しきれない。ここは普通の攻撃の方が命中率高いかも。しゃあ。お、ありました階段。あ、なんかここまで来たような気がするな。ここまた選択肢1,2,3,4,5,6 ですよ、皆さん。あ、こっちは選択肢3かな。この上の方行ってみようか。マーミー光線。おー、まだ耐えた。すごい、ちょっとずつちょっとずつ減っていくヒットポイントが。母強い。行き止まり。まあ右光線だ。よし、ばっかりやってたな。なんか作業みたいになってくるんだよね。本当にこれ下行ってみよう。中だったな。必殺技をさ、ヒットポイント元気な時に使えばいいのにね、ウルトラマン。マミコ戦。13ポイント、やった、また刻んでくれてる。結構まだまだいけるんじゃないこれ。わからんけど。いけるよ、力尽き果てるまで。はは、ポイント1になるまで刻んでくれるんじゃないこれ。真ん中ここだよね。ここしかない。よし、広いな。さっきの階段のとこでしょ。あ、あの階段いけるな。でもぐえー、ここで階段見えたのに。
全部倒しちゃえ。おお、来た。4匹中3匹倒したよ。避けろ。よっしゃー、まだまだいける。でももう同じ成人敵ばっかりで飽きてきたよ。それがファミコンクソゲー100選だ。ロムカセット表示しとこうかも。あ、こっちにも階段。どういうことだ。これは階段自体がブラフっていうこともあるな。マミー光線。うわー、ここでか。健闘むなしく戦士たちは敗れてしまった。確かこれタイトル画面に戻る。やっぱりセーブデータから、この地獄からね、抜け出せませんでした。以前ね、やっぱり実況しても無理だったが、なんか惜しかったけどね。ここまでなんです。アイテムをなんか外でドロップするまで待つっていうことなのかな。心が折れました。それがファミコンクソゲー100選だ。次回もお楽しみに。さよなら。